今日は江ノ島にやってまいりました。そして今日はなんと浴衣。朝起きた時はですね、曇り空でどんよりしてたからちょっと雨かなと思ったら、さすがお兄さん晴れ男。そうです。晴れましたね。そうです。素晴らしい。お兄さんね、昨日ね、はい、ちょっと某 SNS にぼやいたんだけど、はい、焼肉食べられるようになったの。食べれなかったんですか。そう、焼肉カルビとかお肉食べれない。昨日ようやく、食べれました。あの肉食に戻りつつあるんで。じゃあ元気になった、ね、元気になってきたのが多分今日の天気。あ、カルビのおかげ。そう、カルビで晴れたの。カルビ晴れ、うん、ということで今日は勢い余って、はい、水木ちゃんの1000人登録記念のツアーに、初ツアーですよね、みきちゃんね。初ツアーでございます、うん、そして初江ノ島。そうですよ、生まれて初めて来ましたよ。みきちゃんが来たことないっていうんでね、うん、すいません、引きずりまして申し訳ございません。いや、やっていいのか、僕が連れてきちゃってすいませんって感じ。いやいやいや、でもすごい素敵なところ。そうですね、今エスカレーター登ってきたところです。だって江ノ電も乗ったでしょ。江ノ電乗りました。もうあれですよ、某江ノ島プリズムの映画をちょっとね、懐かしいですね。こう道をたどってくちゃみたいな、うんうんうん、いやー、江ノ島プリズムもね、いい映画ですから、ぜひ皆さん見てください。見てください。もうもはや売れっ子の子、人ばっかり出てますね。本当ですよね、え、吉田羊さん出てますもんね、ちょい役で。ね、吉田羊さん映画館でお会いしましたよね、うん、すごい、もう後に続けとばかり水谷美月頑張ります。頑張ってほしいですね。はい、頑張ります。じゃあ早速ですよ、今江ノ島の江ノ島神社に到着したところですから、せっかくあの神頼みから始めてみたいと思います。はい、では行ってきます。ありがとうございます。お参りします。50に円があるようにね、50円。50円ね。100の円があると思ったら100円なんですよ。お願いします。ご視聴ありがとうございました。